草の森。それでは、対談に入っていきたいと思います。ナビゲーターの丸山幸信です。今回は、気候変動対策や、サスティナブルファイナンスの見識において第一人者でございます、三菱 UFJ リサーチコンサルティングの、吉高麻里様にお越しいただいております。環境関連のですね、研究を、弊社の方で続けております、鈴木の方と今日は対談の形を取らせていただいて、トランジション実現に向けたロードマップの描き方ということで、議論を進めてまいりたいと思います。吉高さんといえばその環境ビジネスに関わる書籍の執筆やですね、その金融庁のサスティナブルファイナンスの、有識者会議など多数の委員会にも、名前を連ねていらっしゃる、ご活躍でいらっしゃるということで、今日は脱炭素に向けたトランジション、いろいろ深い見識を掘り下げてまいりたいと思います。よろしくお願いします。では早速ですが、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆様こんにちは。この度はですね、この素敵なあのウェビナーにご招待いただきましてありがとうございます。今私はですね、三菱 UFJ 銀行サスティナブルビジネス部と三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の3社でですね、兼務しておりまして、サスティナブルファイナンスをですね、推進している立場でございます。とはいえですね、もうこの波はですね、急に来たと皆さん思ってらっしゃるかもしれないんですが、私自身も驚くほど金融機関が変わっております。今日はそんなお話をですね、できればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。大変楽しみにしております。それではですね、弊社のホストということで、鈴木の方からお願いします。はい、研究開発グループの鈴木です。私も入社以来ずっとあの水素製造システムですとか、あの廃棄物発電システムといったあの環境関連システムの開発をずっとやってまいりました。で、直近はあの研究開発戦略ですとか、それをいかにあの社会に実装していくか、事業化していくかっていうのところを検討しております。今日はあの大変楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではあの早速内容の方に入っていきたいなと思っております。この、お話を進めるだって私の方から、主には質問を投げかけさせていただくような進行になってございます。途中で、対話みたいなものも入りますが、大きく、流れを組んで進めていきます。それでは、今回はですね、ちょっと、なかなか私も、金融の話というのはとても難しくて、今日、聞いていただいている視聴者の方々も、ちょっと難しいなというところがあると思うので、ちょっと限定的に、幅を狭めながらお話を進めてまいります。今回はですね、ファイナンス環境政策のテーマではありますが、政府の ODA とか、そういうものではなく、今日聞いていらっしゃるほとんどの方が関わるようなですね、自治体民間企業の、専門用語でいうとあのデッドファイナンスというものになりますが、銀行の借り入れとか債権や、ローンみたいなところですね、こういうものに話題の焦点を当てて、今般あの耳に、お聞きになった方もいると思うんですけど、あのグリーンボンドとか、ローンとかそういうものについて、お話を進めていきたいと思っております。では、トピックス1ということで、COP26 について少しお話を進めてまいります。お二人はその11月に英国のグラスゴーの、COP26 の方にご参加されて、そこでもお会いになっているんじゃないかなと思います。そこをですね、振り返って、それぞれの見方があると思うんですが、少しお話しいただければなと思います。じゃあ吉高さん、お願いします。はい、あの私自身ですね、この COP と呼ばれるですね、国際会議はもう10年以上ですね、ほぼ毎回出ております。で、今回の COP で、まずこれまでになくですね、参加人数が大変多かった、4万人以上と言われておりました。それからですね、私自身が非常に感じたのは、これまでどちらかというと、じゃあカーボンニュートラルしていきましょうとか、石炭火力どうしましょうというような交渉が多かったんですけども、今回もカーボンニュートラルするのはもうしなくちゃいけないというのは合意されていると。次のアクションというお話が大変多かったんだと、まさにそこがトランジションなんですけども、はい、なのであのかなりですね、各国違う立場も見えてきたっていうのは感じましたですね。はい、世界中もうどこの国からも全般的に多かったんですか、それともどっかの地域が特に増えた、やはり英国で開かれたので、もちろんヨーロッパの方々がもちろん多いんですけれども、ただですね、あとですね、ユースの方の参加がとっても多くて、これもですね、非常に今回あの特色的だったと思いますですね。グレタさんは来てませんでしたけど、あの日本からも参加された方が、そうですね、高校生の方が20名ぐらい、初めて私もお会いしました。なるほど、はい、
では鈴木さんの方は参加されてどんなふうに考えますか。はい、COP26 は日立が初めてプリンシパルパートナーということでサポートするという立場でありましたので、うん、私初めて実は参加させていただきました。でジャパンパビリオンに日立の、政策提言 AI というものを展示をさせていただいたり、うん、ジャパンパビリオンの2階の、セミナールームで、我々のソリューションみたいなものをご紹介させていただくっていうような機会も得まして、非常に何て言うんでしょう、参加したっていうような実感を持てた回なんだ、うん、だったんですが、初めて参加したんですけれども、まあ、近くにアフリカ系のパビリオンが多かったということはありまして、我々の展示に対しても非常に多くの方が来て、説明してっていうふうに言っていただいて、ジャパンパビリオンは技術の展示が、日本の企業がいろんな展示してたんですけれども、そういった技術の展示をしてたのは日本のパビリオンだけだったということもありまして、非常に多くの方が関心を持って見学にされてこられたっていうようなことで、こういう場なんだ、コップというのはっていうことで、非常に印象深かったというか、はい、なるほど、貴重な経験だったかなと。10年間の中で、はい、今技術系の展示が日本パビリオンぐらいだったってことなんですけど、はい、どんな感じだったんですか。本当にですね、私実は今回日立さんがオフィシャルパートナーでいろいろなところで日立さんのお名前を見てですね、誇らしかったですね。これまで実はジャパンパビリオンってあんまり人が入らなくて、あまり注目を浴びてなかったんですけど、今回は非常に注目が浴びてたというのは感じました。というのはやはり皆さんもご存知の通り、2050年までカーボンニュートラルにしないと、あと 0.5 度上がってしまうと、はい、で何もしなければもっと上がってしまうんですけども、とにかくこの10年を下げないといけない、そのためにやっぱ技術が重要だっていうのが、やはりそういった関心が高かったんだと思うんですね。ユースの方と話してもやはり日本のパビリオンに来て皆様の技術を見て、あ、こういうのが日本の得意なところなんだってことはおっしゃってましたですね、はい。私は参加してないんですけど、はい、鈴木から聞いた話は UC 連合ですかね、みたいなものが発足した話を聞いたっていうんですけど、そのあたりちょっと。はい、これはですね、実は京都議定書というパリ協定の前にあった、はい、国際枠組みなんですけども、はいはい、この時にはあまり起こらなかったことなんですけども、うん、それはなぜかというと、国連で何パーセント下げましょうっていうのをトップダウンで決めた、うんうん、それがパリ協定では各国がやりましょう、うん、こんだけ頑張っていきますっていうことをそれぞれが言うっていう、うん、その中で、例えば今回英国が議長だったんですけども、うん、その議長国がさまざまなイニシアチブを作って、うん、国以外のいろいろなイニシアチブですね、うんうん、そういったものを作っていたっていうのがパリ協定以降非常に増えてきたっていうのが傾向があります、うんうん、はい。企業とかがこう横断的にある同じ目標を掲げて、でこれをやっていくぞという、うん、そういうイニシアチブが出てきます。そうですね、企業だけじゃなくて、うん、国もそうです、官民連携もあって、さまざまなイニシアチブは実はパリ協定以降できたんです。今回は大変多かったというふうに気がしますですね、うんうん、なるほど、うん。有志連合についてちょっとこうできたら今映像ですね、こうちょっと挟み込んでいただくような形で、もう少し理解を進めていきたいなと思いますけれど、このエネルギー関連企業の日立として、こういった流れをどういうふうに捉えていますか。そうですね、非常に何でしょう、日本って、日本に主に日本にいる企業としては非常に難しい地理的制約ですとか、資源が少ない、あと、ヨーロッパとかと違って他の周りの周辺の国からエネルギーの供給お互い助け合うみたいなことができないっていう状況下で、非常に日本難しくって、先ほどの有志連合でも石炭ガルクを廃止しましょうっていうのは有志連合もあったんですけれども、日本はそこに参加しきれないっていうところもあったかと思います。非常に難しい立場なんですけれども、それでもやっぱりそこをテクノロジーで何とかカバーできないかっていうようなところが今日本の企業が置かれているところ、状況かなっていうふうに思います。やっぱりその中で、で、実際それを、ソリューションを導入する側の企業の方々もいらっしゃるわけで、そこに対してやっぱり、GFANですか、
金融の融資連合というところが今回できたというところで、そこがどういうふうに作用するのかなっていうところが非常に関心があるんですけれども、吉高さんからその辺の話を伺えたらなと。はい、ネットゼロのための、金融機関の連合っていうことで、GFANDS っていうのが、グラスゴーネットゼロアライアンスっていうのができたんですけれども、こちらは銀行、保険会社、資産運用会社、資産オーナー、それから、例えば ESG 投資の情報のプロバイダー、こういったのが集まって、金融機関自身もそうですけど、お客様、投融資先も合わせて2050年までにネットゼロにしていきましょうという連合が出来上がったんですね。でそのためには何百兆円ってお金いるわけじゃないですか。でそれに対しても関わっていきましょうっていうのはこの GFANDS なんです。でそれもし技術がありそこやっぱりお金が必要だっていうところに金融機関が動きましょうっていうのがこの枠組みなんですけども、ただやはりお客様自身がネットゼロをコミットしてそれのために必要なお金をですね提供していきましょうっていうのがこの GFANDS になるかと思います。はい、これからその大きい社会の変化をとらまえていくためにはその金融と産業とそのお客様というんですかね、でそこが一緒にやって動いていくことがより重要になっていくということですね。そうですね、GFANDSに入っているのは実は日本ではメガバンクとか西保とかですね、そういった大きな機関なんですけれども、実はこの GFANDSっていうのはそこでいろいろなことが決まるんですよ。結局のところ各金融機関に波及してくることなんですね。特にご存知かもしれない TCFD というその気候変動に関するですね情報、財務インパクトあるので情報開示をしていくというのがもう世界的に義務化されていると。でそれは金融機関がお客様に対して情報開示をしてくださいという動きなので、お客様の方がちゃんと情報開示をしてネットゼロするっていうことによって金融機関がお金を出す、そういう仕組みになっているわけですね。はい、じゃあちょっとトピックス2に少し食い込んできている感じなのでそこで行きたいんですが、こういった政策を進めていく、で今おっしゃったようなお互いがこう情報を開示しながらだんだん変わっていくためのそのやり方について、トピックス2としては自治体とかですね企業、このロードマップ策定における課題と金融の役割ということで少しお話しいただきたいなと思います。ではその今後の日本の自治体とか企業はどのようにロードマップを書いていけばよろしいでしょうか。難しいことですね。難しいですね。私自身今最近本当に地方に、呼ばれるんですね。各地域の経済同友会とか、商工会議所とか、やはりどうしてもTCFD みたいな動きが出てきて、で今企業の対する投資家というのはその企業だけではなくて、例えば上場企業だけではなくてその企業の契約者先もですね見るというサプライチェーン全体で見るという方向があるので、だんだんとご存知な方が地域にもいらっしゃってということなんですけども、大事なのはですねどうしても今何したらいいのかわからないという方が多いんですが、まずはカーボンニュートラルするっていうのはもう世界中決まっているので、そこで自分たちはどういう地域になるか、どういう企業になるかを考えてからバックキャスティングで今何がまずできるかということを洗い出すというのが非常に重要なのかなと思います。なるほど、まずバックキャスティング。そうですね、そのために今各国、日本政府もそうなんですけども、多分日本政府の場合は技術ごとにロードマップを作成してるんですよ。どうやってトランジションを起こすか、各技術ごとに。そうすると金融機関、次の技術はこう来るなと、じゃそこにお金を出したらいいなって分かるわけですね。なんか明日脱炭素ができるわけではないので、どのようにトランジションを起こしたいのかっていうところを開示していく、それを金融機関とエンゲージメントしていくっていうのが結構重要なのかなと思いますね。今のお話を伺って聞いてる方もそうかなと思うんですけど、じゃあ自分たちがそういうことやっていかなきゃいけないけど、他の国はどうなってるのとか、そういうのってのは皆さんご存知なもんなんですか。いや、そんなことはないですね。基本的にやはり直接やっぱり普段関わってるステークホルダーの方々がどのような影響を受けるかっていうことを考えていく必要があるので、他国がどうだっていうのはですね、グローバル企業なら別ですけれども、まずないと思うんですね。ただやっぱり大事なのは巻き込みだと思うんですよ。自分一人では絶対に脱炭素はできないので、どんな相手とパートナーを組むかとか、やっぱり一業種は一業界でもできる話でもない、特に地域、自治体はですね。ですので自治体の方にも申し上げているのは、例えば金融機関を巻き込むとか、
それから地元 の、 企業の方を巻き込むとか、うん、あと大学を巻き込むとか、うん、そういうのは非常に重要で、うん、こういったところでロードマップを書いていくっていうのが、うん、大事なのかなと思いますね、うん、はい。鈴木さんの方ではその大学を巻き込むというところで、まあ、非常に近い活動されてるって聞いてるんですけど、うん、そうですね、東大と日立で、日立東大ロボというような、活動をやっておりまして、もう2016年から始めてますので長くやってるんですけれども、ハビタットプロジェクトとエネルギープロジェクトっていうのがありまして、ソサエティ 5.0 を実現するためにどうやっていくかっていうようなところを議論しています。で、私エネルギープロジェクトの方に参画してるんですけれども、そこで、2020年からですね、日本のネットゼロに向けたトランジションシナリオを作るというような活動をやっています。で、そこでいろいろなエキスパートの方のインタビューをさせていただいて、そこからこうご知見を得てシナリオを記述するっていうような作業というか、そういった取り組みをやっております。で、その中でやっぱり今までエネルギーというようなアクターに着目していたんですけれども、そこの周辺にいるやはり金融のアクターですとか、むしろまあ、生活している市民ですとか自治体、うん、そういったアクターが非常にこれからエネルギーシステムをどういうふうに作り変えていくかっていう時に意思決定に、うん、もっとコミットメントしていくべきだっていうような、うん、知見というですか、インサイトみたいなものを得ております。そういった意味ではやっぱり金融のアクターっていうのは非常に重要だなっていうところが、うん、活動の中でも見えてきているというところですね、うんうん。その政策の意思決定、金融、まあ、いずれにしても多様性みたいなものを、うん、まあ、鑑みていかなきゃいけない。で、COP26 にユースの方もいらっしゃったとか、うん、サプライチェーン全体で考えなきゃいけないというと、一体このかなり僕らからする難しい金融の、まあ、なんていう要件をどうやってみんなは理解したらいいんですかね、うん、この多様なステークホルダー、うん、そうですね、まずですね、日本政府がですね、今その2030年2050年カーボンニュートラルに向けて、内閣の方で、全国で脱炭素ロードマップを作っているんですね、うん、で先行する脱炭素の量を100選んで、うん、そこに対してさまざまな支援をしていこうというのが今公募が今年から始まっていますと、うん、これ5年間続きます。で、私自身がこの動きの中でいろいろな地域に呼ばれるとですね、うん、おっしゃる通り非常に悩んでらっしゃるところも多いんですけども、うん、一方でとても進んでるところもあるんですね、うん、早くからこの動きを知ってですね、うん、SDGs 指定都市とか未来都市っていうのに応募されたりして、うん、いろいろなステークホルダーと、うん、プラットフォーム作りをまずすると、うん、あとそういったところで大事なのが、ね、結構外部の方を呼んでくる、なかなか、ね、中でいると浸透しないんですよ、うん、私もよくいろんな企業に呼ばれるのは、下から上げても上の人って聞いてくれないけど、なんか外から言われるとなんかグッてあるじゃないですか、うん、黒船効果、はいはい、ああいうの結構自治体でもあって、はい、外部からある程度理解された方が来て、はい、みんなをつなげるみたいなことをまず始めるっていうのは結構聞くところですし、進んでる、やっぱりいろいろな都市を見ると、うん、感じるところありますね、うん、吉高さんがこのバウンダリースパナーとしていろんなところの境界をつないでるような、うん、そんな感じになって、そうですね。でも先ほどおっしゃったとの東大とのすごくいいなと思うのは、うん、私が行くいろんな地方でやっぱり大学の研究でサステナビリティって今すごく多くなってて、うん、その大学の先生って結構研究のために自分で結構行かれるんです、その資金がなくても、はい、でよくこういう自治体の計画作るとコンサルが出てきて、はい、とても綺麗な作るけど、はい、実際には市民に落ちてないみたいな、ちょっと視聴者胸が痛い人なんで、今みたいにその例えば企業の方と大学がですね一緒にこうニュートラルな形で入っていくっていうのは一つ実際そういうことをやってらっしゃるところがありますね、はい、何かその辺で添え置くこととか思ったこと。そうですね、そうですね、ニュートラルっていうところが大事だなっていうふうに思ってます。それでなぜかというと、やっぱり日立はそれなりにこう企業得意な分野っていうところ、今まで事業してきた分野ってもちろんあるわけなんですけれども、この
トランジションを考えるときには、うん、そこにやっぱりこだわっていてはダメで、いろんなステークホルダーの、はい、今まで会話してこなかったようなステークホルダーの方とも会話が必要で、ってなったときに、やっぱり自分たち一社で、個社ではできなくって、でそこをニュートラルなアカデミアの方と一緒にやることでニュートラルにいろんな方々と会話することができるということで、非常に新しいエコシステムを作るっていう時にはそういったアカデミアのチャンネルを、活用するっていうのは非常に意義があるというか、うん、重要だなと思ってます、うん、もう一つステークホルダーとして、まあ、大体今、うん、私がこうフレームワークとして出すときには、うん、今みたいな自治体の方、市民の方、うん、地元の企業の方、中小企業の方、そして大学とか、うん、外からの企業の方、うん、あとやっぱり地元の金融機関も重要な、うん、まあ、プレイヤーとして言っているんですね。うん、で、今やはり地元の金融機関もこの気候変動に対して対応しなくちゃいけない、うん、先ほどちょっと申し上げた動きの中で、うん、やはり大事なのはやっぱり排出量を把握するっていうことが、うん、意外に皆さんどうやったらいいんだろうっていう方がですね、結構いらっしゃって、うん、まあもちろんいろんな探せばあるんでしょうけど、どこにアクセスしてもいいかもわからない、うん、そういう方もですね、結構いらっしゃいますですね、うん、なのでこの情報の非対称っていうんですかね、これが私地域格差を生むような気がしてて、うん、そういったまあ、データ、うん、これないところ多いんですよね、うん、やはりこのデータをいかに取るかって結構重要なんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい、そうおっしゃる通りだと思います。我々の方でもサステナブルファイナンスプラットフォームといって、そういう環境の、データをいかに何でしょう、ちゃんとセキュアに取って、うん、でそれをレポーティングにも活用するし、まあ、認証みたいなものにもちゃんと、これはちゃんとしたデータですよっていうような形で、それを証明するっていうような、そういった MRV って言ってますけれども、そういったものがやっぱり基盤として実装されていないと今みたいなことができないのかなってことで、そういったものの開発っていうのに取り組んでいるというところになります。今日あれですね、キーワードとして多分そのサスティナブルファイナンスっていうのが、うん、まあ、重要になってくると思うんですけど、うんうんうん、少しそこを補足する形でご意見いただければと思います。はい、わかりました。まあ、サステナブルファイナンスというか持続可能、まあ、SDGs を支えるファイナンスと思っていただいてもいいんですね。で、まあ、冒頭に要は融資とか、まあ、そういったところに中心でって、はい、まあ、おっしゃっていただいたんですけども、はい、まあ、そのサステナブルな企業に、うん、その自治体にある、うん、そういったところに対してファイナンスをさ、提供していきましょうというのがサステナブルファイナンスです。で、その時やっぱり金融機関と大事なのは定量化、比較可能化なんですよ。なのでデータが必要で、じゃあ企業側がデータ持ってたとしますよね。それがじゃあ金融機関が評価する際、もう評価が必要なんですね。で、リスクとビジネスチャンスを評価していくっていうのがこのサステナブルファイナンスですけど、その評価のためのデータが本当に確かなのか。つまり企業側が、あ、これやっちゃってますっていう、ね、まあ、そこにグリーンウォッシュとか、そういう言葉ですよ ね、あれが一番金融機関というのはリスクなんですよ。透明性が保たれてないもん、ね、はい、まさに、なので、このサステナブルファイナンスに関して、このネガティブ な、そのインパクト、こういったものが測れるっていうのも、もちろんポジティブなインパクトも重要なんですけども、まずはネガティブなインパクトを、まあ、開示してもらって、それを評価したいんですが、でも、なかなか難しいことですね。難しいですよね。できないって言えないじゃないですか。はい、やっぱり、できることだけを言おうと。はい、でも、それはイコール、考えてないっていうことと一緒になっちゃうんですよ。はい。なので、大事なのは、もし資金をグリーンで呼び込みたいと思ったら、比較できること、そういった透明性、きちっと、第三者で、例えば、ね、こういった MRB でやってください、うん、そういったのが実はサステナブルファイナンスにとっては重要です。CO2 だけじゃなくて、水もそうですし、うん、廃棄物もそうですし、はい、そういった社会にインパクトのあるようなことに関する定性的ではない定量的なデータというのは重要だと思いますね。はい、今日本当にお話ししたいことがたくさんありすぎてトピックス飛びにくいんですけど、もう時間もなくなってきてしまったので最後のトピックスなんですが、展望メーターのことを少しお話しできればなと思っております。この何でしょうか、その対話を踏まえてなんですけれども、これから何ですかね、描いていくために、そのトランジションを描いていくためにどういうことを気をつけていったらいいとか、どういうことを考えていくべきだ、
もしございましたらお願いします。はい、まあ、もともとこのトランジションという言葉は、2015年にパリ協定が採択された時に、国際労働機関 ILO がですね、ジャストトランジション、つまり公正な移行をしていくと、もう無理な移行をしてしまったらですね、人間弱者に影響しますし、雇用と経済をまあちゃんとしながら移行しましょうというのがトランジションなので、明日すぐ無理な再エネをたくさん高いので買いましょうって世界ではないってことなんですね。ただじゃあ積み上げればいいかって言ったら、じゃあ今回みたいなウクライナ情勢とかあって、まあ、もう脱炭素なくなったんじゃないか、そういうことではなくて、やっぱりそっちには進んでいかなくちゃいけないので、やはり要はまあなんて言うんでしょうね、ラーニングバイドゥインって言うんですけども、はいはい、学びながら調整しながら、強靭なフレキシブルなですね、トランジションをしていくっていうことが重要なので、できるできないじゃなくて、説明できるかとか、それからどういう思いストーリーを持って自分のミッションを達成したいか、こういったことをコミュニケーションしていくっていうことが重要だと思ってるんですね。その中ではやはり今日お話したような、もちろんお金も必要だと思うんですけども、今日お金話してますが、ただやっぱり技術とか、それから見える化、そのために何かしてると、やっぱ人だと思うんですよ。先ほど、ね、MRB とおっしゃったんですけど、はい、やっぱり MRB をどう使うかって、やっぱりコンサルとかアドバイスっていうのって結構重要だと思っていて、今金融機関も単なるお金貸すだけじゃなくて、もっとアドバイスやコンサルをしていくっていうのが今実は主流になってるんで、そういうのをエンゲージメントを深めていくのが重要かと思います。鈴木さん、いかがですか？はい、すごい今日いいお話がたくさん聞けたなっていうふうに思ってます。で、冒頭おっしゃっていたバックキャスト、2050年こういう社会になりたいなって、脱炭素をしていれば我々幸せかっていうと決してそうじゃないと思うんですよね。おっしゃったような雇用がそれで失われたり、町がそれで、まあ、住んでる人が幸せでなくなったりっていうことがあってはならないと思うので、そういう脱炭素をしていながらも幸せな未来像みたいなものを描いて、そこにどうやっていけばいいんだろうって、一種類じゃないと思うんですね。で、複数そのパスウェイはあって、その時々柔軟にこっち行った方がいいか、こっち行った方がいいかっていうところの意思決定を透明な中で、その測定されたちゃんとミゼラブルなものに基づいて判断できるようにするっていうのが我々としても大事なことかなと思って、そういったちゃんと定量的にいろんな、まあ、炭素だけじゃなくて資源とかいろんなものあると思うんですね。そういったものがちゃんときちんとサスティナブルに循環していってる社会に、こっち行ってもこっち行ってもなるかなみたいなことが分かるような、そういった基盤っていうんでしょうか、そういうことができる、まあ、デジタルのシステムだったり、そういったものを我々は提供すべきだなってことを改めて、今日は思いました。MRB ですね。はい、ちょっとこれも文字で出るとお持ち帰りいただけるかなと思ってあれですかね、まあ脱炭素は分かったと、でもうみんなやることはもうやるんだと、でこれ逃げちゃいけないってなった時に、やっぱりこう地域の資源であったりとか、そのエネルギーをどうやって作れるかとか、それぞれ個別で違う、まあ先ほどおっしゃられてたんですけど、日本はちょっとヨーロッパと、まあ、それは違う条件だった時に、まあみんなでじゃあそれをどういうふうにやっていくのか、でいろんな地政学的にもいろんな変化があった時に、どうそのパスウェイの、まあ、ある種のピボットみたいなものをしていくのか、それは人間だっていうふうにおっしゃってるわけですよね。メジャラブルなデータと人間の公正さを問う判断力みたいな、まあ、そういうところが重要になってくるのかなと思いました。なんかちょっとこうまとめにするのがもったいない感じで、もう10分ぐらいやりたいんですけれど、まあそうもいきませんので、少し私思ったことをもう一度まとめて、まあ、追加があればぜひいただきたいなと思うんですけれど、まあ、私としてはやはり政府が、政府に任せてその環境施策っていうのを、やってもらえるものではないと、で今回お示しいただいたようなサスティナブルファイナンスのように、その社会的インパクトを重視するようなその金融機関であったり投資家の方と、産業と、民間の方みんな一緒になって、で人がちゃんと公正さの、判断力を持って進んでいく、まあ、そういう施策をどうやって作っていくのか、それがまさにその描き方、トランジションのパスウェイの描き方になってくるのかなと思います。何かちょっと補足でもあればいただければなと思いますけれど。いや、本当におっしゃる通りと思いますね。はい、で、やっぱりどうしても一社で考えてしまうと、何が
本当にできるのか日本でみたいな思っちゃうんですけど、今回思ったのはもっと日本は自信を持っていいんだと思うんですね。で競争っていうのが結構できる国民だと思うので、あのいろいろな方と協力、まあ今日は日立さんで金融、そしてあの皆様こういったところで新たな価値を作って、もしかして今こういう世界だからこそチャンスなのかなっていう、ちょっと最近思うようになりました。今日ちょっとリスクの話ばっかりしましたけど本当はリスクをチャンスに変えるっていうのがビジネスだと思うので、ぜひですね、あの、はい、日本に期待したいと思います。よろしいですか。はい、あ、はい、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、多分これをやってるとずっとキリがなく話してしまいそうな感じなので、今日はご勘弁いただいてですね、今日本当にあの素晴らしいお話ありがとうございました。まあ、両方の視点からよりこの問題というのがですね、あの皆さんの中にも、ストンと入っていったんじゃないかなと思います。今日はあのお二人貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。